それでは私立公園早漏泉園緑地環境学習館の指定管理の開始について説明いたします。内容についてはスライドの通りとなります。1. 指定管理者制度導入対象施設についてです。導入対象施設は都市公園、児童遊園などの公園及び緑地の220箇所、早漏泉園緑地、環境学習館となります。続いて、2、対象施設を一括で指定管理する理由についてです。私立公園と環境学習館を一括で指定管理化する上で、環境学習館に市民のコーディネート役を務める市民共同担当者を指定管理者側で配置することを予定しております。それにより、日常的に公園や環境に関する相談業務を受けたり、環境学習館に隣接する竹上広場を一体的に活用することにより、にぎわいの創出、環境啓発や市民共同の推進を図りたいと考えています。そして、環境学習館が新たな拠点、新たな市民サービスを創出する場としていくことを目指します。続いて、指定管理期間及び非公募の更新についてです。指定管理期間については、令和6年4月1日から5年間となります。また、市が実施する評価で一定以上の評価を得ている指定管理者が引き続き管理運営を希望する場合、一度に限り非公募で令和11年4月1日からさらに5年間更新することができます。次に指定管理者の概要についてです。指定管理者については令和5年度に実施した小金井市指定管理者選定委員会において書類審査による第一次選考、第二次選考を行った結果、株式会社日比谷アメニスが選定されました。日比谷アメニスが指定管理者として行っている主な事業として、東京都立夢の島公園、夢の島熱帯植物館、港区立公園、児童遊園、近隣市では東村山市立公園などがあり、全国規模で数多くの施設について指定管理者としての実績があります。次に管理運営テーマについてです。質の高い緑の環境保全育成、豊かな暮らしを支える公園づくり、多元化するニーズに柔軟かつ的確に対応することなどを事業コンセプトとしており、こういった背景を踏まえ、公園おこし、緑を守り、緑を育て、みんなが緑を楽しめる小金井市を管理運営テーマとして運営してまいります。次に、管理運営方針についてです。管理運営方針については、スライドに記載のある通り、5つの方針を掲げ、運営をしてまいります。次に、事業の実施体制についてです。市と日比谷アメニスは、市立公園等環境学習館に関する基本協定を締結し、それぞれ市は指定管理者の評価、指導を行うモニタリングや整備工事、日比谷アメニスは
公園等の維持管理、管理運営や要望、苦情受付、専用のホームページの開設や X、Instagram といった SNS での広報、また両者共通で環境美化サポーターや市民団体等の相談、連絡調整を行うなど、きめ細かい連携により事業を実施してまいります。次に指定管理者の職員体制についてです。事業を適切に遂行するために業務経験や資格を有する人材を配置するとともに、新規で雇用するスタッフの方には適切な研修を実施するなど、スキル向上を図ってまいります。主な職種として、市との連絡窓口として業務全体を俯瞰し取りまとめを行う総括責任者を配置します。また現場を総括し、運営業務、施設全般の管理業務等を行う現場責任者兼市民共同担当者を配置します。その他、広報や自主事業などを行う運営業務スタッフや公園維持管理のための巡回維持管理業務スタッフを配置します。次に市内事業者の活用及び市内雇用への配慮についてです。業務委託について植栽管理は、今まで市立公園等の植栽管理の経験がある業者へ委託することや、総動線沿緑地の受付にはシルバー人材センター、公園清掃については障害者団体と業務委託を締結するなど、これまでの業務経験の蓄積を生かして活躍していただく機会の確保及び拡充に配慮した契約をしてまいります。また地理や地域特性への理解、緊急時の参集体制の確保、地域人材の育成という観点を加味し、市内在住者を優先的に雇用してまいります。次に公園維持管理の実施方針についてです。利用者及び近隣への安全、快適の確保は管理の基本であるという考えのもと、全公園について週に1回を基本とした巡回を行います。日常巡回による安全性の確認やきめ細やかな日常対応により、施設の安全性、快適性を確保、向上を図ってまいります。また巡回記録用に特化した独自開発アプリの活用で、巡回記録のスマート化や円滑通信による報告、連絡、相談業務の円滑化が可能となり、格段の業務効率化を図ることができます。その他、樹木点検講習会にスタッフを参加させるなど、巡回時に樹木の異常に気づくことができるスキルを養成するなど、スタッフの質の向上にも努めてまいります。次に適切な樹木管理についてです。具体的には各樹木の管理目標をタイプごとに定め、早期に管理目標を達成することとします。1年目である令和6年度については、公園の状態と特性を入念に把握し、各公園における樹木の管理目標タイプを定めるとともに、適切な管理手法を導き出します。2年目から3年目である令和7年度から8年度にかけては、管理手法に沿った選定や樹木点検を集中的に行ってまいります。公園や緑地は
利用するだけではなく、風格のある都市の景観を織りなす要素としての価値があるため、市民の暮らしとともにある緑の景観の保全という観点を重要視した管理を行ってまいります。次に苦情・要望への対応についてです。公園施設は日々たくさんの方が利用される施設であり、さまざまな要望等をいただくことが想定されます。そういった要望等に対して迅速に対応できるよう、現場責任者の判断での対応ができるよう、スピード感を意識した対応をしてまいります。また利用者から寄せられた要望等への対応結果をホームページ等で公表することで透明性を確保します。その他、スタッフのスキル養成を図るため、接遇マニュアルの作成、運用や研修などの実施により、利用者の方が不快な思いをされることがないような対応を心がけてまいります。次に、市民協働の推進についてです。市民との協働は、環境学習館や公園等の積極的な利活用を推進する上で不可欠です。産・官・学・民の連携により、両施設の魅力づくりや利活用につながるよう、市民協働担当者が中心となり、積極的に関係者との接点を持ちながら協働事業を推進していきます。公園の指定管理者業務の経験を有する者を市民協働担当者として環境学習館に配置し、市民や市内関係団体との日常的な連携・相談体制を構築します。また小金井市観光・町おこし協会との連携を予定しております。小金井市観光・町おこし協会は地域のさまざまなプレイヤーをつなぎ、情報発信のプラットフォームを整えることを通じて、町を楽しむ活動のトータルコーディネートを行っている団体です。公園の利活用についても、共同相手のマッチングや市民共同活動情報の発信といった点で、観光町おこし協会と密に連携して事業を行います。また環境美化サポーターの活動発展への支援を予定しております。花壇管理に関する技術的な支援や新規会員の募集など、各公園の活動団体のニーズに応じた支援を行ってまいります。また子どもや障害を抱えた方などが新たに環境美化サポーターとして公園への関わりを持つことができるよう、地域の社会福祉団体や保育園運営者に積極的に働きかけ、協働してニーズを満たすことができるよう協議を進めてまいります。その他、市内にキャンパスがある東京学芸大学や東京農工大学等との連携により、公園をフィールドとした学生企画のイベントや動物との触れ合いイベント等の実現に向け協議を進めること、小中学校の授業との連携など、さまざまな形で市民協働の推進を図ってまいります。続いて、低未利用公園の活用についてです。低未利用公園については、小金井市立公園整備優先順位の評価に関する要項において、整備優先順位の評価区分で D 評価とされた公園等が市内に66箇所あります。これらの公園は緑量、面積、利用者数などが小さいまたは少ない公園で、公共施設としてあらゆる活用が模索されている公園です。
これらの公園の活用を推進するため、市民ニーズの聞き取り、自治会等による公園利用の潜在的ニーズを引き出すための積極的なヒアリングの実施、地域住民とともに新たな公園利活用形態を推進するワークショップによる住民協働型の公園づくりの推進を図ってまいります。また福祉施設に近接した公園ではヒアリングを実施し、ニーズを把握した上で農福連携型ポタジェとしての活用や、環境学習館の事業と連動した小中学校による利用の可能性を模索するなど、低未利用公園を活用するためにさまざまな事業を検討しております。次に、環境学習館での事業、地域の居場所づくりについてです。環境学習館が地域の方や子どもたちがふらっと訪れて立ち寄ることができる居場所となるよう管理運営を行ってまいります。具体的には、早漏洗練を見学された方や散歩で近くを通りがかった方が気軽に立ち寄って休憩することのできるスペースとなるよう、冷水や温かいお茶、コーヒーなどを提供するなど、休憩所機能を整備してまいります。また平日の一部の曜日を想定した夕刻に、建物内スペースの一部を使って放課後の小学校の児童を主たる対象とした集い場の機能を設けます。集い場では自主学習、読書、談話など子どもたちが自由に過ごすことができる環境を整えます。また波形上広場に設置型プランターを置き、バリアフリー花壇を整備し、ポタジェガーデンとします。ここでは車椅子の方や足腰の弱い方、親子での参加も可能な植え付けや収穫、収穫物の加工体験会を行うことを想定しています。自分自身で作物や草花の植え付けや手入れに関与することで、地域のあらゆる方が施設に関わりを持ち、繰り返し足を運んでいただけるようにすることも狙いに含まれております。その他、環境に配慮した暮らしを実践するためのスタートアップを支援するための環境配慮型製品を展示・販売するなど、環境配慮型の製品を扱うセレクトショップの実施も検討しております。次に、環境学習館での事業、環境啓発活動についてです。環境学習館は、暮らしの中で温室効果ガス発生を抑制すること、および環境負荷を低減した生活に関することを、市民、事業者および市が協力して普及啓発していくことを目的として、平成24年に開設された施設です。環境問題がもたらす被害も、環境負荷への加担も、地域のすべての人に関わるものであることから、広く市民に対して環境に関する啓発活動を行うことが本施設には求められています。こうした背景を踏まえた上で、小金井市内で活躍されている環境に関するさまざまな分野で知見を有する方々との連携により、新たな事業を展開してまいります。環境啓発の主な内容として、 SNS 等を活用した情報発信、環境学習館本体に関する展示解説、野川で見られる動植物や市内の公園で咲く花など、身近な自然に親しみを抱くきっかけとなる緑に関する情報展示、市民団体との連携による自然観察会、祭時期イベントなど、季節に合わせた企
画の開催、地場野菜を用いた地産地消を啓発する農と食にかかる環境イベントの開催、学校との連携による環境啓発実習など、さまざまな環境啓発活動事業の展開を検討しております。次に主な自主事業についてです。自動販売機の設置、環境学習館での物販事業、祭事期イベントなど、さまざまな自主事業を検討しております。次に主な自主事業案について紹介します。環境学習館においてにぎわい創出、魅力向上等を目的に地域の特産品の提供など物販事業を検討しております。自主事業として祭事期イベントの実施も検討しております。内容としては七草がゆ作り、七夕飾り、ハロウィンかぼちゃ作り、展示、クリスマスリース作り、ミニ門松作り講座、たこ作り体験、たこ揚げ大会など、季節に合わせた事業を実施することで、にぎわいの創出を図ります。その他、星空観察などの親子自然観察会、自然環境や動物の生態について学ぶ機会を提供するヤギとの触れ合いイベントなど、さまざまな自主事業を検討しております。次に環境への配慮についてです。環境負荷の少ない製品の選定や決済書類等のペーパーレス化、ごみ減量のための 4R 活動など、率先して環境配慮行動に取り組むとともに、市民に向けて情報発信を積極的に行い、普及啓発の役割を果たしてまいります。また環境問題として重要視されている気候変動対策、生物多様性保全についても重点的に取り組むとともに、環境配慮の取り組みについても発信してまいります。最後に広報の推進についてです。広報については専用ホームページの立ち上げや Facebook、LINE などの SNS の運用や、小金井市観光町おこし協会との連携による情報発信を行うなど、さまざまな方法で情報を発信し、広報の推進を図ってまいります。指定管理者の問い合わせ先についてです。こちらに記載の問い合わせ先は令和6年4月以降からのものとなります。市立公園早漏泉園緑地環境学習館の指定管理の開始についての説明は以上となります。